ではですね、本日も予定についてやっていきたいと思います。はい、ということで、まず初戦、ラリーガサンタテール第26節ということで、LZ やっていきたいと思います。まあ、とりあえず、今のところ、アトレティコに来てから調子いいんで、今回も得点に絡んでいきたいと思います。うん。さあ、もう一度拾って落として、もらってシュート、これは外れていく。うん。さあ、サイドから、上がって、クロスを、待って、ファールじゃないのか？ファールないか。さあ、スローイン受けて、シュートに行きたい。いや、ちょっときついか？さあ、ここ、ちょうだい。さあ、いける！それはファール？オッケー、イエローで、PK と、足をかけられました。うん。いいね。ハンドじゃない PK。久しぶりな気がします。さあ、この PK をしっかりと進めていきたい。どこに行けるか。どうだ？いやー。ダメかー。なんか真ん中に蹴ったら入るんじゃないか説。一生ならずですね。真ん中でも結局止められてしまった。シンプルに、今作は PK が本当になんか成功しない。なんだろうね。なんか前作は本当に、高め、隅に。取れた？ナイス？オッケー？さあ、そんなわけで、PK の話は置いといて、チャンスになるかどうだ、このシュート。あーと、いや、惜しすぎる。コース直撃。うん。ね、前作は、とりあえず PK はね、高めに、いい感じの球ければ結構入ったんだけど、おっとー、この、パワーシュートが出てこなかった。このパワーシュート入ると思わなかった。なんか、喋りながらとりあえず前空いたから蹴ったこのパワーシュートが、この距離から、入ってしまう。いや、意外といいコースか？ナイス。うん。まずは1点入れて先生と。うん。シメオネも喜んでる。長老も喜んでます。うん。さあ、スーパスのつもりが途中で、止められちゃというか、止めちゃった仲間が。うん。さあ、ここからの展開。チャンスにはなりそう。さあ、サイド上がれるぞ。これクロス出せるぞ。いいクロスが、おっと？いいね、ナイス。なんか思ってたのとはちょっと違った形になったけど、ナイス。なんかラグビーみたいにね、サイドからスッスッって横に動いて。わかんない。僕はラグビーエアプーすぎるけど。なんかラグビーすごい横にポンポン投げて抜いていくイメージ。いやーナイス。さあ、このシュート。いやー、かっこいいね。ナイス。直接叩き込んでいきます。神々だ。うん。さあ、ここは相手のサイド突破。これクロス上げ取れたくないよ。さあ、止めれるか？ナイス？ヒールでのパスをカットして、ナイス。前に運んでくれたところ。これは、いけるぞ。スーパスを。ここで、フェリックス受けて。ここは、コーナーですね。さあ、コーナーキック。ちょうだい。さあ、いいよ。さあ、自分で蹴れるか？どうだ、この、いやー、完璧すぎるパワーショット2本目刺さって0対3。前半だけで3点。順調です。うん。この位置からパワーショット蹴れたら、これは入るねっていう感じだった。ナイス。コース激甘。うん。さあ、ということで後半やっていきましょう。前半だけで2得点ということで、この試合も、ハットトリックを狙っていきたいところですね。後半1点入れるだけなんで。だけなんでもおかしいけど。最近の調子なら全然ある。うん。さあ、ハットトリックも視野に入れつつ、後半やっていきましょう。ナイス、いいよ。サイドに一度渡すか。さあ、走って。さあ、ちょうだい。これ、ここでパスもらって、このシュート。おっと、ハンド？
ンド PK、 これは PK でハットトリックのチャンス。さあ、1本目の PK はキーパー正面で止められたけど、さあここで2本目 PK、 これ決めてハットトリックなるか。あるよ。どうだ？なんで？やっぱ今作 PK ほんと厳しい。入らなすぎるなぁ。PK 成功率悪すぎて、なんか、僕がまだキッカーしてんの不思議なぐらいな感じになってる。うん。あ、あるよ。まだでもチャンスは、あるか？あるよね。あるよ。蹴れる。ダメですね。さあ、相手のサイドトップ、仲間は結構ちゃんと戻れてるから、ここは問題なさそうだけど。んー、どうだ？さあ、一度戻されて、ここを止め、待って、ファールじゃないそれ。まずいかもしれん。いい位置でのフリーキックを与えてしまいましたが、どうなるかというところ。うん。さあ、このフリーキック、仲間を信じる。頑張れ。あ、大丈夫そう。あ、大丈夫じゃなさそう。あ、大丈夫そう。よし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 。オッケーオッケーオッケー。さあ、中盤ちょっと下がったところでボール受けましたが、前に出して、自分も前に走っていきたい。あ、これは、でも、いけんじゃない？これ僕絡まないところだけど、ナイス！追加点0対4。圧倒的です。うん。うん。あと10分、15分ぐらい。いや、いいんじゃない？これ。これ、このパス通ったら得点あるよ。さあ、ナイス！いや、完璧アシスト。過去最高評価では 9.4。いいね。ナイス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 。また得点に絡んで0対5と。圧倒的すぎる。うん。いや、完璧だ、このパスね。ナイス。うん。さあ、得点から選手交代挟んで。ナイス？あった？早いところで奪った？さあ、いいよ、いいよ、いいよ。あるぞ。これはパスもらったら。あるよ。さあ、ハットトリック。あります！ナイス！オッケー！ハットトリック0対6。マジで強すぎる、アトレティコ。なんだこれは。ナイス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 。もうほとんどの得点に絡んでる気がする。4点か5点ぐらい絡んでる気がする。ナイス！完璧、このシュート。ヘイ。いい抜け出しから、綺麗にキーパー届かないところに。蹴り込んでいくサイドネット。さあ、残り5分切ったところ、相手のゴールキックを仲間拾って、さあ、まだ、またチャンスになるか。あー、ごめん、パスが逸れた。パス添えましたが。さあ、ナイス？ナイス？あるよ、ナイス！いやー、もう本当にひどい。0対7。残り1分。まあ、どうせ、守っても負けることはないんで、なんでも、ここはもう、点数を最後まで。目指していくか。取られて、ここで試合終了。うん。ナイスナイスナイス。ハットトリック。さあ、ボール受け取って。うん。いいね。あー、順調すぎる。アトレティコでの、トシノミヤ。ミヤトシノ。マッチレート9.8。うん。はい、ということで、次の試合、ラリーが簡単で、第27節。ベティスとの試合をやっていきましょうということで、まあ、圧倒的3ゴール1アシスト。チームとしても7点入れて0-7の圧勝からこのチャンス、早速。待て、そのボールの奪い方は持ってない。いや、シンプルクロスでよかったかな。いや、なんか、ちょっと外してシュートまでいけるかなと思っちゃったな。うん。さあ、前線で。いや、いいぞ。まず、まだプレスいける。これは、プレスして前で取り切ればチャンスになるか。これは厳しいか。うん。待って、相手のパスミス。さあ、でかいよ。でかいよ。さあ、一人外して。一人外して、クロスを、ぽい。あーっと、それた。これはちょっと思ってたクロスと違った。でも、まだチャンスにはなるか。どうだ？そこで、あ、こっちで？あるよ。あるよ。ないよ。あるか？わかんない。さあ、まだ、ある。これが決めていく、ナイス。いや、なんか取られそうで取られないみたいな展開ですが。うん。なんか最終的にいい感じに足元に来ました。ナイスすぎる。オッケー。最後の最後はま、単
単純に得意なシュートって感じで。うん。ニアにまっすぐ。うん。完璧です。あ、浮き玉へ。これを前に。そして、さあ、あるよ。チャンスになるか？チャンスになるか？待って、それも、ひどすぎるファール。ちょっと待って、怪我とかしてないよな？今の。後ろからエグいスライディング入ったが、それはカードでしょ。さすがにね。いや、もうレッドでもいいでしょ、今の。えぐすぎ、えぐすぎる。だいぶ、やばすぎる。いや、これレッドじゃない？もう、なんなら。後ろからのえぐすぎるスライディングもらいました。さあ、一応いい位置からのフリーキックにはなりますか。いや、ひどいな、今のファール。うん。NPC がなかなかしないような、えぐいファールをもらってしまった。さあ、今作まだ苦手なフリーキック。決められるか。いや、どうしよう、これ。狙うか、無回転でキーパーにぶつけに行くか。狙うか。どうする？本当にどれぐらい曲がるか分かんない。どうだ？いやー、悪くなかったね。なんか多分今のは悪くなかった。うん。枠内行ってたんで、キーパー触って、コーナーキックと。うん。いやーでもなかなか決まんないね。いい、めちゃくちゃいい力だったけど。今までの、だったらなんか、あの位置からのフリーキックは全然決めれた気がしたけど。今作は本当にむずい。そしてこのシュートは止められた。セットプレイが難しすぎる、今作。さあ、チャンスになる。どうだ？どうだ、このパス。さあ、これ受けて。フェリックス？シュットはこれ逸れると、惜しいね。さあ、ここもスルーパス通して。どうだ？あるよ。さあ、チャンスになる。これが、今のハンドなしか？まだ取り返す。まだあるよ。まだあるよ。さあ、これが通らない。ソリー。さあ、ここは相手の攻撃。ただ人数は全然足りてる。全然問題ないか。さあ、どうだろう。いや、これは大丈夫。さあ、クロスなのかどうなのかって感じの球から。仲間が止めて、チャンスになるな。これ、あるぞ。あるぞ、あるぞ。これを、いいよ、前に落とした？これはキーパーと、1対 1！ これが決めれないのは痛い。まずい、ボールロストから、やばすぎる、そのパス。それは、いや、それはちょっと、もう一歩ディフェンス頑張れた気がしたけど、シュート打たれて、キーパーこれは止めれず。いや、なんか早かったね。はい。素早いカウンターをもらってしまった。いやー、惜しい。まずいね。追いつかれて1対1。まだ前半なんで、しっかりとここから追加点を狙いに行きたい。さあ、また攻められる展開。いや、これまずいか。これは、まずいよ。なんとか止めて。頼む。ナイス、ナイス、ナイス。よく止めた。何？今のハンド、相手のハンドがあったけど。アドバンテージ流して。これチャンスになるか？さあ、一度サイド。どうだ？ちょうだい？ここちょうだい？ここちょうだい？さあ、いいよ。いいパス、いいパス、いいパス、完璧すぎる！これ決めて！オッケー！前半のうちにもう一本。2対1、取り返して勝ち越して。ナイス、ナイス、ナイス。前半ラストアディショナル。ここで、しっかりと抜け出して決めていく。サイドネット揺らしてナイス。完璧だ。これ10ゴール目か。これで10ゴール目だ。5試合で10ゴール、やばすぎる。ラリーガで。これは天才すぎるな。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。さあ、チャンスになる。さあ、ナイス、ナイス、ナイス、上がって。さあ、もらって、これを、このシュートはさすがに相手に当たる。もう一本もらって、これパワーシュート狙いたい。危ない。さあ、いけるよ。パワーシュート！これはハンドかな？さあ、ギリギリ PK ではない。また、フリーキック。めちゃくちゃいい位置なんだけど。これは決めなきゃいけないフリーキックなんだけどな、多分。いや、決めた。いや、これ、しかも壁的にも。
か、どうだろう。枠に入れば、どうだ。いやー、マジか。いやー、落ちきらないか、今の。もうちょっと弱く蹴らなきゃいけない。いやー、コース惜しかったねーけど、多分。今の感じなのかなー、わかんないな。フリーキックはまだちょっと点が遠い。さあ、ここはまだ攻められる展開。このシュッ、危ない、危ないけど大丈夫そう。オッケーオッケー。さあ、ホブラクのゴールキック。ここからチャンスになるか。まあまあまあ、とりあえずマイボールにして。あ、いいね。ナイス。さあ、フェルクス、どうだ？あ、なんか、なんでそれが耐えられる？天才すぎんか？すごすぎ、からの？いや、そのシュート、いや、入るんだ。上手、やばすぎるな、今。何が起きた？ 3 人ぐらいに囲まれたところ、まず何したか分かんなかったんだけど、謎の技術で、かわして、パス出して、もう一回次行けて、決めきる。やばすぎる、これ。いや、シュートうまいしな、やば。えげつない。です。仲間がボール奪って。これまたチャンスになるか。どうだ。いや、いいよ。抜け出し完璧、完璧、完璧。1対1、これ決めきれ、なんで。いやー、1対1決めきれないの。マジで痛すぎる。もったいない。うん、やばいっす。まだチャンスになるか。まだ、ありそう。ダメだ。さあ、アディショナル入って残り1分というところ。ここで、この抜け出しは、オフサイドないのか。ナイス、よく止めて。もう試合終了でしょう、これ。勝ちでしょう、ナイス。この試合も2得点。いや、2得点決めたけど、フェイクスのあのシュートっていうか、シュートまでの一連の流れすべて天才的すぎて、霞むな。2得点入れても霞むぐらいのすごいの決めちゃったな、仲間が。うん。さあ、ということで、本日3試合目。まあ、ここでラストかな。今日の動画ここまでかなと思いますが、チャンピオンズリーグ、チェルシーとの試合、ここはただ、ファーストレグで3対0と圧勝しているので、安全に、安全にというところで、まずはチャンピオンズリーグの方はね、本当に、とにかく勝ち上がるっていうことがメインなんで、頑張っていきたいですね。うん。さあ、ナイス。なんかファール受けながらだけど、相手になんとか、相手にじゃない、仲間になんとか通して、さあ。さあ、ちょうだい。ありがとう。んー、待って、トラップがミスった。下手くそすぎた。いいよ。これはさ、いいパス通したんじゃない？さする。んー、ちょっとこれは厳しいか？もう一度受けて、もう一度組み立て直す。ここはむしろ真ん中行って僕も受けに行きたい。さあ、あるぞ、チャンス。どうだ？これはハンドですね。さあ、PK。さあ、今作なかなか入ってくれない PK ですが、うん、ここはまたハンドで。かわいそう。さあ、さあ、決めに行こう。どうだ？んー、いやー、左もダメだ。サイドから崩しに来るかというところ、どうだ？これは、クロス。んー、ナイス。まあ、とりあえず一旦止めてコーナーと。さあ、コーナーキック。ショートで来るみたいですね。さあ、ショートコーナーから、クロスが上がってしまう。どうだ？止めるか？ナイス？オッケー。さあ、ただ拾ったのはまだチェルシー。さあ、さあ、まずいか？これは、シュートまで行かれれば、これはナイスキャッチですね。うん。さあ、後半開始ですね。前半0対0と、まあ、お互いにチャンスは作りつつも、得点にはならずというところで、うん。これはちょっとパス要求失敗した。うん。なかなかね、堅い試合になってますが、まあ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 、3点リードがある分、堅い試合に危なかったかも？うん。堅い試合になる分はね、悪くないんで、しっかりとこのまま点を取られずに、いけば、チャンピオンズリーグ、うん。一つ勝ち進めることができますというところで、クロスは伸びすぎたね。ごめんね。
ただまだチャンスになるか。さあ、どうだ。これダメですね。うまいな、ちょっと待って。さあ、攻められてる。これは、止めたい。ナイス。ハンドか、これ、手当たっちゃったか、今。いやー、さあ、ここで選手交代ですね。ジョアン・フェリックスに変わって、グリーズマンと。やばい力の抜き。これ、さっき僕は外したけど、相手はどうか。あー、ナイス。壁に当たって。危ない。ナイスキーパー。オブラックよく止めた。ピンチになりそうな感じがする。これどうだ、止めてくれ。頼むよ。これハンドじゃない？ハンドだよね。そうだね。じゃあまたちょっと嫌な位置でフリーキック。今度はどうなる？さっきは顔で止めたが。2本目も顔が止める？壁が止める？なんか、すごい壁が、ガツガツ当てられてて痛そう。似たような位置からのフリーキックは2本とも同じように防いで、さあ、コーナーキック。コーナー直接入れてくる。これナイス。いや、キーパーが有能すぎるね。残り10分。さあ。いったファールでしょう。なんか、今日ファールいっぱい受けてない？なんかすごいいじめられてる。怪我とかだけ本当にしないでほしい。ただ相手にイエローカードですね。まあ、がっつりと足かけられて。さあ、フリーキック、ファールからのフリーキックで。そうだ、これ、相手に入られる。ごめん、そうだね。ちょっとよくわかった、今のは。さあ、逆に相手のカウンターになる。いや、まあまあ、ゆっくり。ゆっくりっちゃゆっくりか。いや、どうだ？仲間は戻れてるけど。マジでそのシュート入っちゃうの。その距離からその速度の球が入っちゃうんだ。マジか。うまっ。なんかすごい。あー、マジか。今の回で止まらなかったね。ちょっとスローでもう一度見たいけど、キーパー、惜しかったんじゃないの？なんか、なんで止めれなかったんだろう、これ。いやー。あ、コースがめちゃくちゃいい。いやー。これは止めれないか。速度そんなにない気がしたけど、めちゃくちゃいいコースでしたね。さあ、僕にくれ。僕に。どうなる？これは相手がしっかりと。これは、まあ、でも、チャンピオンズリーグの、勝ち負けで言うと、ファーストレグの分があるんで、待って、追加点あるかと思った。相手のコーナーキックですが、まあ、2点入れられる時間はもうないでしょう。さあ、相手はキーパーも上がってきている。ただこれは、どうだ？さあ、キーパーも上がってる。ここボール取れれば、取れない。ナイス。仲間がボール取って、これ試合終了。さあ、ということで、今の試合単体で見ると、負けましたが、久々の、いや、アトレティコ来てから初めての敗戦になったけど、まあ、合計点数では3対1と、しっかりと、勝ち、ベスト16は突破することができましたというところですね。リーグ戦はちょっとね、優勝はもう厳しいかもしれない微妙なところですけど、チャンピオンズリーグ、全然勝ち上がってるんで、このまま、頑張っていきたいと思います。それでは、お疲れ様でした。またね、バイバーイ。